ネズミは、哺乳類ネズミ目の数科の総称である。ハツカネズミ、トブネズミなど、1300種あるいは1065から1800種が含まれ、一大グループを形成している。英語では、大型のものをラット、小型のものをマウスと呼ぶ。ネズミのほとんどが夜行性である。また、ネズミの前歯は一生伸び続けるという下、歯類の特徴を持っているため、 常に何か硬いものをかじって、前歯をすり減らす習性がある。硬いものをかじらないまま放置しておくと、伸びた前歯が口を塞ぐ形になり、食べ物が口に入らなくなってしまいが死してしまう。世界中のほとんど、あらゆる場所に生息している。ネズミ浄化のほとんどの種が、丸い耳、尖った鼻先、長い尻尾といった、よく似た、外観上の特徴を持ち、 外観から種を見分けることは難しい。このため、頭骨や葉によって識別がなされている。繁殖力が旺盛である。ハツカネズミなどのネズミは一度の出産で6から8匹、産むことができ、わずか3から4週間程度で、生成熟し子供が産めるようになる。砂ネズミもモンゴリアンジャーバル、ファンシーラット古い分類では、ネズミア目の総称とされていた。ただし、 ネズミアモクの分類は当時から変化し、現在のネズミアモクはかなり異なる。あるいは競技にはネズミ上下、さらに競技にはネズミ下の総称ともされる。講義にとった場合、古い分類でネズミ目ネズミアモクに分類されていた3乗科9価が含まれる。これは現在の分類ではネズミアモクの2乗科8価とリスアモクの1価に分類される。 現在のネズミア目には、以前は、リスア目に分類されていた、ホリネズミかポケットマウスか、ビーバーか、ウロコオリスか、トビウサギかも含まれるが、これらは通常、ネズミとされない。ヤマネカは、古い分類では、ネズミア目とされ、眠りネズミの意味をもあり、ネズミに含められてきた。しかし、現在の分類では、リスア目であり、標準和名に、ネズミが入ってないことも、 相まって、ネズミとしないことも多い。ネズミ目ネズミア目の残りや、近縁な山嵐ア目にも、和妙に、ネズミが含まれる種が散見され、俗に、ネズミと呼ばれることがある。ただし、解剖学的には、ネズミア目と異なる点もあり、生物学的な観点からは、真のネズミではないとされる。ただし、ホリネズミ化をネズミに含めることがある。和妙に、ネズミを含む、 主な種は以下のトガに含まれる。分類群は関連するもの以外は省略。さらにこれら以外でも、顕著な外見上の特徴がない、チンチラなどの小型種はいずれも、漠然とネズミと呼ばれることがある。また、カピバラやフーティアのような大型動物でさえ、巨大なネズミと表現されることもある。古来から、地上性のコケモノをネズミと総称したとされる。 ネズミ目以外ネズミ目以外にも、ネズミという和妙の生物がいるが、これらは最も抗議のネズミにも含められることはなく、あくまで名前がそうであるだけのものとして扱われる。人類にとって、ネズミは収穫した後の穀物を食害したり、火災を損なう害獣と古来い認識されている。農作業において、自然の鳥獣が時折田畑の作物を食べに出て、来るのは自然なことであり。 人間が自然の恵みによって間接的に自然から食料を得ているという意識のもとではそうした鳥獣は必ずしも殺して駆除すべき対象ではなく基本的に追い払うだけであった。しかし収穫後の穀物は自然と切り離された人間の所有物でありそれを食べるネズミは大事なものを盗み取っているとみなされ古今東西忌み嫌われてきた。 アリストテレスの博物誌では農作物に害をなすことが述べられているとともに塩を舐めているだけで交尾をしなくても受胎すると考えられていて繁殖力が強いことは知られていた中世のヨーロッパではネズミは不吉な象徴でありペストなどの伝染病を運んでくると考えられていたまたゾウはネズミが天敵と信じられていたこれは単なる迷信などではなくネズミは 自分より体の大きなものであっても襲うことがあるためである。人間の乳児や病人などはネズミにかじられてしまうことが多々あった。飢饉などで動けなくなり、周囲も看病をできなかった弱った人間がネズミにかじられて指を失った事例などは世界中にある。ネズミ害を受けたランケーブルまた、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種はイエネズミと呼ばれ。 人間社会にとって最も身近なネズミである。現代でも病原体を媒介したり、樹木や建物、電気機器などの内部や通信ケーブルなどをかじったりして、人間に直接関節の害を与える衛生害獣であり、駆除の対象となっている。20世紀に入って以降になると、次第にネズミは犬や猫と並んで物語や漫画、ゲーム、 アニメなどの動物キャラクターとして登場するようになる。個体の均一性やネズミの体重が軽いことと安く、飼育して増やせることに着目し、薬品や化粧品開発などの実験動物として使われたり、アフリカ・タンザニアでは、ベルギー人のバートウィートジェンスが創設した NGO アポポがネズミを使って地雷を発見するという活動を始めている。ネズミの仲間のハムスターなどは、 ペットとして人気がある。高床倉庫、小判型のネズミ開始縄文時代の貝塚における発掘調査で微小な動物遺体の推薦選別を行った際にネズミの骨が回収されている。これらは赤ネズミヒメネズミなど森林性のネズミ類であり、狩猟対象獣であるイノシシシカタヌキなどに比べて微量であること、また小さいことから食用ではなかったと考えられている。また、 貝塚から出土する動物遺体にはネズミのかぶり跡が認められることもある。東京都北区に所在する7社神社裏貝塚では、魚骨、貝殻などが廃棄されていた縄文後期前用の土工内部から、旗ネズミ赤ネズミで構成される大量のネズミが出土している。ゴミ孔から出土したことから食用であることも想定されるが、全身の部位が残っている個体が多く、 焼けた形跡も見られない。このため食用ではなく、縄文人の最終生活において、喧嘩や加工品を食料とする森林性のネズミは、競合関係にあり、このため駆除を目的として、ゴミ港に廃棄しており、また土港は落とし穴として機能していた可能性も考えられている。弥生時代にも、人間の生活圏に、ネズミが存在した痕跡が見られる。 1947年に静岡県静岡市に所在するトロ遺跡における発掘調査により出土した大円形、二状の木製品は、その後の類似した木製品の出土事例の増加により、食料貯蔵庫である高い床倉庫の柱に設置するネズミ返しであるとする説が提唱された。高い床倉庫のネズミ返しは、取り付位置、ネズミの種類から、 クマネズミ族のクマネズミドブネズミには通用せず、ハタネズミを対象としたものであり、そもそもクマネズミ族は、弥生時代には生息していなかったとも言われる。一方で、奈良県四季郡田原本町カラコに所在するカラコ、カギ遺跡では、弥生時代のものと推定されるドブネズミの骨が出土している。また、同遺跡から出土したツボカタカラ家には、四本の柿傷が見られ、 大きさ、本数から、ネズミのものであると考えられている。ドブネズミは、東南アジアを起源とする、クマネズミ族であり、世界中に進出している。一般に、集落の形成期には、ハタネズミやカネズミなどのノネズミが多く出土し、集落の成長に伴い人家の周辺に生息するドブネズミが出現し、さらに集落が衰退すると再びノネズミが増加するという。 カラコ、カギ遺跡における、出土事例から、弥生時代には、稲作農耕の開始に伴い渡来したとする説がある。従来、日本列島へのネズミの渡来は、アスカ時代に、剣刀市の往来に伴い渡来したとする説や、江戸時代に至って渡来したとする説もあったが、カラコ、カギ遺跡の事例により、これを遡って、弥生時代には渡来していたと考えられている。 石川県金沢市に所在するうねでんなべ積から出土した平安時代の木管にはネズミ歯型が認められてる。この木管はもみの付け札で国葬を住みかとするネズミが存在していたことを示している。同時代には歌天皇の日記、官票漁記などの文献資料において猫の飼育に関する記録が見られ、物典などを守るためネズミの天敵である猫が、 導入されたとする説もある。語源説話名のネズミという言葉について、過去に以下のような語源説が唱えられた。野外に生息する赤ネズミ、ハタネズミなどの野ネズミに対して、人家やその周辺に生息するネズミ類を家ネズミと呼ぶ。日本のネズミ類のうち家ネズミにあたるものは、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種類にほぼ限られる。 近年ではクマネズミを中心に、ワルファリンに薬剤抵抗性のある肝臓の毒体射能力の高いものが現れている。クマネズミ以外のネズミにも同様の体制を持つ個体が見られるようになり、これらを含め総括して、スーパーラットと呼ばれる。スーパーラットのほとんどがクマネズミである。スーパーラットにも効く、殺素材も研究されて薬局などで市販されている。 2007年6月と7月に、中華人民共和国湖南小竹養市を中心に、道帝湖の周辺地域で、道帝湖の水上昇を受けて居場所から追い立てられた、野ネズミ20億頭が、農村部へ流出する事件が発生した。農作地の被害は160万ヘクタールに及んだ。ベトナム、タイなどでは、穀物を主食とする種ネズミが食材として用いられ、農家等で飼育されることもある。 南洋のイースター島においては遺跡から出土する動物遺体のうちネズミが魚を上回る量で出土しており陸長の絶滅や大型魚の減少、貝の小型化などの食料条件の変化によりネズミを食用としていたと考えられている。イースター島は環境破壊によって樹木が枯渇し漁船を作って海に出ることが困難になったことでも知られる。 関西学院大学の中島貞彦教授らが2015年に発表した論文では、ラットもマウスも固形飼料よりもチーズを好むとし、さらに同年に発表した論文では、マウスはアーモンドリッツ干し芋よりもチーズを好んだとした。同論文で、中島氏は、ネズミはチーズを好まないという先行研究は、妥当性を欠いていると述べた。原宿駅前の ネズミに餌を与えないでください。東京都第二建設事務所の案内代表的なものに以下のものがある。北斎漫画より家久伝理擬人化されたネズミが描かれた木が、その生態からこそこそと悪事を働く、もの、泥棒、小さいもの、小物、どんどん増えていくもの、子孫繁栄などの意味が込められる。ありがとうございます。